梅雨時期のちょっとした晴れ間が嬉しい6月初旬の日、石垣市にある石垣港に集まった隊長たちはタックルだけでなく遊び道具も積み込み、すでに準備は完璧。早速サブトロピカルの井戸道也船長は港を出ます。この日行くポイントまではおよそ2時間の長い道のり。青い空、青い海を見ながら釣り以外のところでも体調は満喫します。午前10時30分着いたのは西表島がすぐ近くに見える南側。アンカーを下ろして釣り開始です。さあ、石垣島から出発して今西表の島影、本当にもう泳いで行っても岸までたどり着けるような、そんな近い距離で今船長はアンカーを打ちました。水深は40メートル。このポイントでまずいろんな魚を釣ってみたいと思います。今回持ってきたタックルショートゲーム5アイテムあります。どんな魚がどんな引きを見せるか楽しみです。まずは岸の近くで短い竿を使って遊ぶようですよ。おー、1投目で哲也さんもう寄ってきましたよ。これはグル君ですね。深いな。ほら、見えました。グル君になれなかった高校生。これ高校生は高校生でいいですよね。高校生、ね、でもなんだっけ、でキツネウオです。キツネウオ、キツネウオ。それではサビキで。ショートゲームの32 400C をつけてサビキのセッティングと、今森が使ってんのが両軸手巻き小型リール、これを使ってね。竿が 15S135 です。1m35cm という竿の長さ。まずこれで印象的なのは、これなら誰にでも手に負える、まあ、初めてやる人はね、釣り竿タックルを見ただけで引いちゃう場合がありますから、初心者、子供からお年寄りまで初心者にはもってこいのサイズ。ところがね、初心者だけじゃないんですよ。ね、ベテランの方にもちょっとこの竿面白いんじゃないの、ちょっと曲げてみたいなと、なんかこう挑戦しちゃいたくなるような、そんなニュアンスの持ったタックルを5アイテム持ってきました。この暴れない時って、おじさん、魚の種類って結構癖があるんでしょ、種類によって。あ、これ高校生だ。高校生は意外とあれだね、カンカンってやってやり続けるグル君に対して回数が少ないよね、カンカンやるのがね。県魚のグル君に比べ高校生は泳ぐ力が弱いんです。え、真ん中なんか芋みたいですねこの形、ベニモタルトみたいな格好してない、なんかねえ、そうでしょう。ここなんか紫に見えるじゃないですか、うん、ちょうど高校生の高校生。ほら、見えてきた。高校生なんて別に普通の名前だよ。浜崎の奥さんっていうのはいいんだよ。知らないでしょ。分からない。船長、浜崎の奥さんってなんていう魚？あれ何でしたっけね。居酒屋さんとかでは本当にありますよ。この近場の身近な釣り、体験フィッシング、トロピカル、こういった言い方をするんですけども、この沖縄八重山、八重山方面ではこの釣り方で、一番難易度の高いというか、初心者にとってはプレッシャーの高いのはサビキ、その次が胴突き仕掛けで、だん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 簡単になってくるのが天野やジグ、これをね使うとすごい簡単です。もう1回しか結びません。仕掛けは1個だけ。このサビキ釣り一番厄介ですが、とりあえずいっぱい釣れます。カゴと重りをつけなくてはいけませんからね。下についたサビキ、コマセカゴから巻き餌を出して、動作はご覧のように簡単です。そうするといっぱい釣れないじゃない。釣れない。下に落としたら高校生かおじさん釣れるでしょ。あ、舐めた。下から5ですね。
やっと釣れました。これが沖縄で最も身近な魚、グルクンです。下から5メーターぐらいに浮いてきてるグルクンですね。この晴れてる日のグルクンは綺麗です。で、近くに大型魚とかがいたらまた警戒色になったり、色がどんどん変わってくるので、それも面白いですね。なんでこれ色変わるんだろうね、グルクン。海の中でも変わるのかな。見たことあるの海の中では。あなたたちみんな船の上で赤くなったから興奮してる、警戒してるって言うけど、海の中でまとまってる時とかとまた色が違うんですよ。何色だったか忘れました。で、赤いのは見たことあるの。ないです。ないでしょ、はい。なんでそうやって釣り人は勝手なこと言うかな船の上に上げて赤いからって興奮してるって言うけどね、海の中で見たことないはず。すげえよ海の中。48、52、78、28、15、40、40、40、すごい。さあ、もうちょっと危ない海ができてきましたね。審査委員長の合計点は出ました、341点です。って、やっぱりいつもの女子に戻っちゃいました。今回はおしゃれな感じだったのに。これ、ちょっともうやめた。今日はやめた。やめるんですか。やめるって、あれ、どっか行っちゃいました。カマスがいる、カマスがいるって、カマスが どっか行っちゃった。カマスがいるみたいです。どこどこ、イカスイカス。実は後ろの方で隠れるように釣りをしていたオフレモ楽団のヨーリくん、天野でカマスを釣ったようです。で、体調はというと、深瀬釣りのタックルにスルルーをつけてひょいっと。そして大物狙いのタックルには釣れたばかりのグルくんをつけて泳がせます。あそこなんか泳いでんな、なんだ。シュッ、おーおーおー、キリ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 、梅色、これ、これです。ああ、梅色来た、梅色、梅色。二人とも自由にやりたい釣りをします。ほら、これもグルクンの仲間なんですけど、ちょっと違って、この青が綺麗なやつです。あ、危ない、逃げられるところでした。この黄色とこの青が、海の中にいるときはこの青が超目立って、すごく綺麗なやつ。沖縄本当これ少ないんですよ。あ、そうなんですか。うん、かなり数が減ってて、いい場所に行かないと釣れないですね。うん、こんなにいっぱい釣れるなんてすごいこれうまいの。いいよ、いいよ。これうまいっすよ。これ餌にしたら怒られます塩かなりまた行ってるよね。また流れ出した。船長、また流れ出した。潮目通ったでしょ。通過してからまた変わりましたね。短いチャンスタイム、ここは深瀬釣りに集中します。うわ、流れてきてる。だいぶ出てかなくなった。だいぶしっかり流れてるよ。これ豪華だぞ。もしこれ2台行ったら、パチンコでこのコーナーだけいっぱい出てるように見れんぜ2人かかったらこの台も出てる、この台も出てる。ほら、この店出るなって感じ。なんか跳ねてます。雰囲気の変わってきた海、この後は何が起こるのでしょうか。ほら、なんかいますよ、餌食ってるやつじゃん。おお、でかいでかいでかい、見て見て、イソマグロだ、イソマグロ。グルクン持ってこ、ちょっと待って、イソマグロだね。ほらほら、来ました、イソマグロだね。その直後、毛利隊員の竿にも異変が起きました。お、お、あ、いたよ、いた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 。これはこ、横に走ってる。何から何までかな。なんでそう、これも、これもおかしいぞ。ほ、お、なんでそう、見えました。でもこれ哲也さんと一緒です、さっきのと。このスカよ、
待て待て待て、こっちはあれだ、犬だ、が犬じゃねえなっけ、イケガツオ、これ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 、この感じこの感じこの感じ、忙しい感じで、あ、その下に、ほら下に、なんか、お、つむぶりつむぶり、お、つむぶりだ、餌釣り、その餌釣りの竿があるよ。この日一番の大興奮、ダリオ即座に反応します。つむぶりがいっぱいに、ほら、つむぶり、つむぶりだよ、オキアミちょうだい。餌にするのに最適なつむぶりは欲しい魚です。もっといっちゃった、しかし、うわ、下になんかいっぱいいるぞ、グル君がどっか行っちゃった、つんぶり。あんな磯マグロが来て食いつかねえのはダメだな、時間が。ポツポツと釣れてはいますが、まだまだ本調子ではないようです。アキュフィッシュ対応の探検丸にも何も映りません。隊長たちは焦らずに海が変わるのを待ちます。これ流れ出したらここやばいよね、ちょっと流れ出したらね、今一番どうにもなんないから、あんだけ平たいグル君がいっぱいいんだから、はい、実感になったら、あ、来た、待って、来た、潜っちゃ、早え、あ、間に合わない、もう持って巻いた時には潜ってた。ダメだな、何号使ってもみんなこうだ、食った位置から手前にガーッて潜ってくるもんだから、ラインが海底まで達しなくてもギューッて戻ってくる、たるみ糸ふけで海底にね、魚がぶつかっちゃうね。来ました、乗った、乗ってないですね、いない、今食ってましたけどね、前来たんじゃないの、手前に来たにしてはテンションなさすぎですね。グル君が殺されました、死にましたね。このなんか柔らかくなってるんですよ、何かがこう、針はここ、次は背掛けでやります。西表島をすぐ近くに見ながら船長は移動を繰り返します。帰るのに必要な時間を考えれば残りもそう多くはありません。琉球スタイルと題してさまざまな釣りをその時その時でやってきた一日、ローキックを積み重ね、あとは一発というところなんですが、隊長たちはこの時すでに何かが違うと感じていたのです。なんか事件は起きねえかい？今日犬の出が悪いよね。今日はダメっぽいっすね、これなんかね。磯マグロぐらいならと考えていたのですが、どうもそう簡単ではない状況。隊長はチェルバーレを置き竿にしながらまた違う釣りを始めました。すると早速、犬留守だな。グル君を餌にし、重りをつけて真下を探っていた隊長、その結果は来た、カピ。オフレボでは顔が似ていることからカピバラと呼ぶ青チミキが釣れたようです。カピバラ来たよ、ちょっと見ようね、そこでね、ほらカピバラ釣るでしょ、カピバラ、青チミキ似てます。似てない、似てるよね、ちょっとやっと出ました ね。そしてこの直後、毛利隊には当たった、当たったけど70、あ、くた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 、まだいる、あ、離した、
タクタク。食って走って3回目ぐらいにやっとちゃんと上がりました、ね、ほらなんだ赤いぞ。なんだ君は、なんだ君は、赤なバラフエです。ほらカメラ君の前に行っておいた。バラフエ君、魚影が濃いところには結構こいつはいっぱいいます。バラフエダイ、潮が行く場所とかそういった場所に多いですね。GT ルアーとかでも釣れるんですけど、美味しそうな色してるんですけどシガテラ中毒です。この魚もオフレボでは初登場。沖縄では赤縄と呼ばれるバラフエダイ、シガテラ中毒を持っているので空気を抜いてすぐにリリースしましょう。さあ初日の琉球スタイル、はい、中小物から入ってって、まあ、最終的には泳がせて、はい、赤縄まで行ったんだけど、さあ初めのグル君、はい、グル君もなんか沖縄で釣れない種類が、釣れるんですけど、うん、数があんまり釣れない種類がよく釣れるんですよ。でまあいろんな魚がこう時間とともに釣れていったんだけど、はい、1個面白い魚いたね。1個マダラトルミです。マダラトルミだと思うんだけど、だと思いますよ。これなんかこうあれだね、せっかく石垣島まで来たから、はい、もっとその外海の大型魚っていう釣りもいいんだけど、身近なもう本当にもうね岸から近い場所、うん、水深が30メートル40メートル浅いところでライトタックルを使って釣りをするのも結構こう面白い、はい、まあ、なんせ魚の種類がね豊富だっていうのと、あとやっぱり沖合には見れないこの景観がありますよね、うん、島の緑とか雲流れていく白い雲、真っ青な海と空、ちょっとねこう釣りをするだけではなくてプラスちょっとその時間、琉球スタイルですよ。どうぞ。翌日の未明、この日は今回の一番の楽しみ、中野上島への遠征に備えて暗いうちから集合。夜明けと同時に船は一気に外海へと走り出していきます。2時間後着いたのは水深85メートルの沖。まずは餌となるムロアジを確保するところからスタート。ここが1日を左右する運命の分かれ道ですよ。やばい、ムロが取れない。ムロアジが取れなければ前日に釣ったグル君を泳がせるしかありません。あ、65、ムロアジ来た来た。最初に当てたのはモリタインでした。やったー、来たー、来ました。次の心配は何匹かかってるかです。いや、1個しかいねえ、1個しかいねえよ。これだけいて、網、ちょい網でいこう、網でいこう。大事な大事な餌、口が切れやすいムロアジは網で丁寧にすくいます。ちょっとごめんなさい、一回動画上げましょうか、はい、まずは2人で合わせて3匹確保しました。よかった、安心するのはまだ早い。このムロアジが取れるか取れないかっていうのはね、今日一日もう大きな違いですからね。あまり時間をかけるわけにはいかないんですが、次のポイントも魚影は薄そうです。その中で投入の合図が出たらすぐに仕掛けを下ろしていくことが大事になります。つけつけつけ。こんな小さな群れの時スーパーフリースプールが活躍します。いた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 。何メーターすか。40。あー、一個こちゃったよ、一個こちゃったよ。かかっても1匹か2匹の地道な繰り返し、この事態を恐れて前日にツンブリが出現した時は大騒ぎとなっていたのです。探検丸にもムロアジらしき反応は現れません。本命の釣り時間がなくなるのはあまりにも本末転倒。船長はいよいよ中野上島に行く決断をします。
そして走ること1時間強。右手に見えてきた中野上島は海鳥の繁殖地というだけあって、周辺は生命感にあふれ、また海の色も変わってきました。到着して早々、まずは前日に釣った梅色もどきを餌にして様子を見てみます。ここは中野上島のさらに南西側にあるこの海底の曽根になっているところなんですけど、こんな沖合にね、30メートル、20メートルという浅瀬があるなんて。この10時、オフレコ初回の放送、夜10時に夜食食いながらテレビ見てる人には分からないですよね。ここ、浅いんですよ。過去の経験から隊長が最もワクワクしていたポイント、船は水深50メートルから浅い方へと流していきます。ほら跳ねまくってるカツオかな。さあ見て、水深29メートル下見えるからね、これ海底ですよ。あの下の白いの砂、ところどころ黒と白でまだらになってるでしょ。白いとこ砂。水深30メートルでもそこまで見える透明度の高い海、こんなゴツゴツした根にいる魚は何なんでしょうか。おーおーおー、暴れた。このキリリリリリンって一回もないね。これが厳しいな。そして取り出したのはお得意の鈴です。21メーター水深、寂しさが紛れるかどうかは分かりませんが、このスタイルでしばらく待ちます。ホースマスター3000の後ろに今隠れてます。リングが現れました。寂しいというよりは退屈だったのでしょうか、パンで金環日食の再現を始めちゃいました。昼食パンです。あ、昼食だったんですね。なんかちょうどこの欠け具合がスプールでちょうどほらえぐれた感じ、この似てるでしょ。こんな隊長スタイルで待つと、餌が暴れている気配、隊長は冷静に鈴を外します。リールのパワーのみで少しずつ魚を寄せてきます。さあ見えるよ、見えるよ、見えるよ、見えた。なんだなんだなんだ、水中カメラ君に映ったかな。お、赤な。え、違う、赤なだ。え、クルバニ、クルバニ。 Say hello to camera。 ほら、さあ中野上島一頭目の魚は何旗、何旗。黒斑アラ、黒斑アラだよな。なんかでもこの体にある小さなブルーの斑点がね、これ共通してますよ。カツオ、カジキ、あのダツ、あのブルーに似てますね。ちょっとこう青い海、青い空、青い斑点。どうぞ。あ、
これもオフレボ初登場の魚、地方名でクルバニです。赤字の兄貴。そしていよいよ貴重なムロアジの出番。何か一つの魚種を狙っているわけではありませんが、だんだんと魚を大きくしていきたいところです。いや船長、離れていかない。潮の問題でしょうか、それとも何かに怯えているのでしょうか。ムロアジが戻ってきちゃいました。なんだ今の。怖い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 。間違いなく巨大魚が潜む海域、あとはタイミングの問題です。ダメだね、戻っちゃうね。よし、もう一度潮神から流していくようですが、今の感じ食わねえな、うん、鳥の数が全然違うもんね。でかいのが飛んでないでしょ、こっちに。みんな向こうじゃん。本当、本当っていうか島周りが多かったですね。あの向こう側だね、東方。とても綺麗ですが、なんとなく平和な感じで気配がないエリア。そこで船長と相談した結果、鳥が多かった中野上島周辺まで戻ってもらうことにした隊長たち。ところが到着直後、粉雪じゃねえな、これ大雨だな。あの雲見てよ、早く逃げますか。なんというタイミングの悪さでしょうか。雨雲がすぐ近くまで迫っています。これは食うよ、ここで食わなきゃ。じゃあダメだ、勝負どこ。うわ、つむぶりが来た。つむぶり、ちっちゃいつむぶりが。ルアーないの。ルアー、ルアー、さっきの。ああいうつむぶりがいるよ。もちろん釣っておきたい餌。隊長はすぐにスルルーを入れていきます。全然違うよね、こっちと向こうじゃ。この生命感がまさに求めていたサファリパークのような海。一匹釣るのが先か、それとも大雨が来るのが先か、あるいは餌がなくなるのが先か、ギリギリの展開です。結果は雨。そしてこれが瞬く間に豪雨に変わり、この日は不完全燃焼ながらも終了となったのでした。